皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高語録のテーマは、現状維持の正体は緩やかな衰退ということについてお伝えしてみたいと思います。よくいろんな方とお話をしているときにですね、今の状態であればいい、ものすごく頑張って前に進む必要はなく、居心地がいい、頑張りすぎない、今の感じがいいというお答えをされる時とかあるんですけれどもね。で、教室の先生において確かに現状維持で生徒さんとも仲良くやれてるし、仕事もこれ以上忙しくならない方がいいなという気持ちは分からなくもないです。確かにその今のいい状態が保てれば、家も仕事もバランスも両方とも保たれてるのがいいなっていうお話がねあるっていうのは当然わかります。ただですね、現状維持っていうのは、実はご本人は現状維持をしているつもり、事実現状維持なんですでしょうけれども、周りの人がですね進んでいると、それっていうのは実は緩やかな衰退だったりする時もあるんですね。で、風景とかが見えてない時とかは特にすごくゆっくりゆっくり衰退していってることが多いんです。数ヶ月かけて、場合によっては1年かけて衰退している場合が多い。で、そうするとですね、ご本人があれ、もしかして私って衰退、要は沈んでいるかも、世間の状況がものすごいスピードで進んでいる現状の世の中ですので、その中で本人が衰退かもって気づいた時には、案外かなり衰退している時があるんですよ。そうすると元の状態、いわゆる世間的にもですね、自分が思っていた認知度であったり集客の状況だったりとか、それをもう一回戻そうとした時にものすごく負荷がかかるケースがあります。そうなった時には現状維持っていうよりは、かなり頑張らないと現状、自分が思っていた現状にすることができないというケースもまあまああるんですね。ですから私がおすすめしたいのは、もしも現状維持をしたかったとすれば、それは実は緩やかな衰退につながっているということなので、少しでもですね前に進むように、水面下の中で、例えば足をね、バタ足じゃないですけど、その立ち泳ぎみたいなのをしてても足を止めてしまうと沈みますよね。あれと同じように、少しでもいいから前に進んでいる風な状態でやっと現状維持っていうのが、現状のスピード社会での実際なんですよね。ですから現状維持をしたいというふうに思っている方は、少なくとも少しは前に足を進める、それでやっと現状維持っていう、この状況を理解していただいた上で、今の状態を維持するっていうふうに考えていただいた方が、後々大変な思いを多分しなくても済むので、今日はそんなヒントをお伝えしてみたいと思います。それでは。